試合用の寝技なので、まあ、何が重要かというと、まあ、じっくりやってると待てなくて、まあ、待てにならないようにどうしたらいいかとか、チャンスを作ったらどうやっていけたらいいかということをいろいろやっていきたいし、まあ、よくあるのは強めに過ぎるというか、まあまあ、後ろからというのはいっぱいあると思います。で、四つ前の相手に対してやることがいっぱいあって、ね、まあ、何をしたらいいか、まあ、隙間いろいろあるよね、まあ、今した組の間、ね、股の方が、まあ、いろいろあると思います。どうやって相手を動かすか、まずは何しなきゃいけないか、相手をひっくり返さないと、動かないと待てないですね。どうやって動かしたらいいか、やっぱり審判に対して、変化を見せなきゃいけない。だからまずは何をしていくかというと、首から攻めてですよね。もちろん守るのね、うん、だから手を守ってる、こう来るね。だからこの手首を取っちゃいます、うん、だからあんま力いらなくなる、骨に引っかかるから、うん、これを柔道に使って引っ張ろうとか、こうやって縛ってどうにかしようとすると大変握力がいって大変だから、これだと指2本だけ引っ掛けておけば、まあキープはできる。で、ここからこういう風にして倒していく。で、上に乗っかられないようにしっかりと片足だけ入れておく。で、こうすると上に乗った時に相手は大体絡んでくる。絡んでくれるってことは相手の両足は使えないっていうことになる。あ、そうでしょ。だからまあキープできて落ち着いてくれるから餌にやるんだよ、この足を。これはすごい重要なところ。うん、まあ、どんな形でも横からでも、まず首を背に向けて守ってるよ。あ、守るよね。あ、そう、この手首を取る。そうなんだ。ね。で、どんな形でもいい。俺に持って、これでもいい。これだけこの足を餌にくれてやる。どんな感じでもいい。動かしてやることが大事。じっくりじっくり返しましょう。三角しましょうって言ったら、時間がかかっちゃうから。足が入らない、どうにかならないかなって考えてる。暇に待てってなっちゃう。そうじゃなくて、すぐこういう風にしてやります。で、手首を持ってるの分かる。で、足、餌あげたよね。で、ここから上に乗っていく。かな？上に乗りました。だから、ここで脇の下抱えて、手首を取りながら、この肘を上げていく。もう苦しいはないで。分かる。だからもうやりたい方だよ。だから早い。まあ、簡単に反復練習すると1、2で押さえながら上に乗る3で脇を作って手首を取る2で足に、これだけでできる。早い今回締めに行く、手首取る、ここまで分かるね。で、返し方はどうでもいいです。どうでもいいです。で、足をもうくるりやる、ね。で、上に乗っていくときに、相手だって、もうこう来るから、うん、そうならないように、しっかりと押さえて、パッと考えて。で、相手、ここ手ついたり、いろいろして、伏せたりするから、そういう細かい技術として、相手の手が、力が入らないように、ちょっと折って、で、押して。これを反復練習でできるようにしてほしいんだ。手首持ってね、倒してね、足上げたよね。で、上に乗って脇を作って押さえる。練習をとりあえずやってみようか。はい、できたら楽しくなってくる。はい、では
こっちの街じゃなくて、ここの一人なんで。今日は決まるぞ。俺や。左組なんです。だからこっちから攻める。わかる、うん。こっちから攻める。4人してる。右組の人はこっちやな、うん。こっちから攻めれるようにしていかないといけない。だから俺は左だから左やってるけど、つながりを持てるように右左自分で考えてやってください。で、まあどうやって裏に返すか、それがすごく重要なので。そこを中心にしてやってます。だからまあどうでもいいんだ。潰しながら。こうやって潰しに行く。とにかく手首取る。うん、ね、締めに行かないで手首を取る。だから守ってくれる人なんて。手伝い入れてもいいし、三角も打ってもいいし、とにかく回してやる。で、ここで固めていく。ここで勝負してやる。この返し方を何かと覚えてほしい。で、多分これやってて帰らなくなってるって、うん、ただちょっと見てよ、ここにこう集中するとさ、相手は分かる、ここに寄るんだよ、分かる、ここに寄るんだよ、ここが狭くなる、そしたらさ、他のとこ空いてるんだよ、この足取れるわ、で、ここの足も取れるわ、で、潰したら潰してないよ。シフト次第だね。この足音は分かる。もう変えて。取れない。だからこっち寄るからここ開くんだよ。あ、分かりました。いろんなとこ、他のところも開けてるけど、ここばっかりしちゃう。そら、俺は次この足音。で、まあ、こうやって返して。反らしてやると、返ってきます。で、この後、どうするか。首、押さえな、返した、押さえ込んで、こんだけで押さえ込んで、もう返す、簡単でしょ、横足を刈らない、下座刈らないしか習ってないから分からんだけで、とにかく上向いて押さえてみるから、あ、ダメだーって飛ばしとって、あ、来た、もう苦しいな、これ相手の人を連れてくれ、押さえ込む、多分これ逃げられることが多い、うん、こうなるから、そしたら首絞めれるから、うん、いっぱい連続技につながっていくから、はい、じゃあやってみよう、足も入れさせてくれない、ね、そういう時
こっちから入れる手を。で、前帯を取る。ね。ここ隙間あるんだ。前帯を取って、こうやってやったらもう、ほら、これで足が入る。ここで隙間を作って。ずっと動かしてないといけない。それを考えてみる。なんか、すげえ決めてやろうってしてるわけじゃなくて、動きが止まると待てになるまでやるんだって。いろいろやりました。次、足も行こう。無理だな。こっちからよ。で、前帯取れるから。手潰しちゃう。これ、いけるんやったら、まあ、こうしてもいいと思う。ここで勝負してもいいと思う。相手も力強いし、突っ張ってくるけど、ここは抑えに行かなくていい。こうしてやってて、この手踏んでると、相手がスタミナを奪われるから、それだけでいい。抑えてやろうって思うと心がしんどくなっちゃうから、自分が。ここで遊んでたけど、動いてるんだから。なんか抑えれそうやな、どうにかなって。逃がしてもいい。だからまた相手は、またやられるようになるんだから。だいたいこうなるから。だからまあ、動いてますよって。で、いろんなことができる。じゃあ、股の下から手入れて、前帯を持つ。で、どうにか変化をつけていく。だから流れを作るっていう練習を今してます。いい？はい、やってみます。あ、十分十分。はい、次の十分いけるかな。そうそう、動かしていくは大事なんです。これ持っても首抜いてきたりするね、こうやって。ね。こうやって逃げたり、嫌やなって。けどこれは持っとくだけでいいと。だからここ持っといて、抜いても関係ない。この手踏めると思う。この手首。これをさ、ゴリゴリ踏まれると、すごい痛いし嫌や。で、これ動かないな。わかる？これ見える？これ踏んでやる。動かないな。脇の下開くからです。ここに三角をかける。この手に三角をかける。そしたらまた締めれるわって。締めなくていいんだよ。もう遊んでたらいい。こうやって。で、嫌でしょ。で、こっちに回ってもいいし、こっちに回ってもいいし、締めに行ってもいいし、いろんなことをしたらいいと思う。で、こうやってやってもいいし。いいかな？手首持っとくのは、きっちり引っ張って決めてやろうだけじゃなくて餌だからね。これ踏んでやって隙間開ける。足が入ってでまた締めに行く、ずっとできるから。こう締めに行きながら顔の方こうやって起こしてやってるのは重量持ってるだけだから。相手は顔を引っ張られてるけど、まあこれで相手の顔が上がってくるから。別に相手の顔をさ、こんなんしてやってますってなんていうのか、自分の柔道着持って上げてるだけだから。で、ここでまた締めに行ってやる。いろんな方法あります。で、関節行ってもいいし、これさえ引っ張ってれば取れるから、で、またこれで取りに行く、ちょっといろんなアレンジしていきましょう。ずっと永遠と攻めれるから。はいよ。三角はここだけに三角かけるんじゃなくて、首だけ、腕に三角と、ここに三角、ね、足を三角で使って相手を回すということは、コントロールができるようにすると流れができますよっていう話を一番したかったの、ね、いいか。じゃあ最後にまとめとして、最初に俺打ち込みしてたよね。で、今日習った中で、あ、何がやりやすいなっていうのを一つ二つ、まあこれだと5つぐらいやるんだけど、みんな一つか二つ打ち込みをやってみる。反復練習で一回一回戻ってじゃなくて、相手を逃がしちゃっていいから。逃がしちゃって腹ばいに戻す。で、またすぐそこから行く。だからキープしてどっか持ってるっていう状態を作っておいて、ここ持っとけばいつでもいけるぜっていうところで打ち込みをしてほしいんだ。いいかな。その技が多ければ多いほど連続技があったり、乱し技があったり、ここを狙うふりしてこことか立ち技でもあるでしょ。こっちからこっちが行くってそれないとか、一緒だから、ね、だからそこの打ち込みができるようにしてほしい。じゃあ最後、6個か打ち込み、1個か2個。
はい、やってみよう。分からなかったら聞きに来て、この打ち込みはどうやってやったら綺麗に流れよくできますかっていうのは分かる。で、相手を逃がしてやるっていうのもすごい大事なの。相手がうまく逃げてくれないと次の発想に行けないの、うん、相手に逃げてくれたら、うわ、来たって思えるよ、うん、うわ、罠にかかったって思って、あ、この俺のルーティンに入ってくれましたねって、どんどんスタミナはなくなっていきますよって思いながら優勢な状態で試合ができる。はい、やってみよう。あ、そうそうそう、そういうこと。で、足押さえる。足下敷きになってると動きづらくなるから、それもコントロールしてる。この腹回しで足で相手を持ち上げてる感じ。ありがとう。逃がす前に押さえるところまではしっかり作ったっていい。はい、じゃあ、1回ね、水分取りましょう。ね、はい、